第10県関東1010パニア1010代10県、あるいは関東10はボスニアヘルツェゴビナ共和国の構成主体であるボスニアヘルツェゴビナ連邦の県。県とはリブの県の政府はヘルツェグボスナ県という呼称を使用している。この呼称はボスニアヘルツェゴビナ紛争時にボスニアヘルツェゴビナの中に設置されたクロアチア人の国家ヘルツェグボスナクロアチア人共和国を示唆したものである。 しかしながら、この故障はボスニア・ヘルツェゴビナ連邦裁判所によって違憲とみなされている。その理由の一つに、この県の領域は全くヘルツェゴビナ地方に及んでいないことが挙げられる。一般的には、この県は単に第10と呼ばれている。また、西ボスニア県、リブの県といった故障も用いられる。第10の基礎自治体第10には6つの基礎自治体が存在する。 県内の自治体は次の県内では、クプレス、リブの、トミスラブグラードの3つの基礎自治体で、クロアチア人が多数派を占める一方、ドルバル、ボサンスコグラホボ、グラモチでは、セルビア人が多数派となっている。内戦前の1991年の段階で115,726人が居住しており、2003年には83,701人となっている。 2003年の段階で、その民族別の内訳は次の通りである。面積は5020。起伏に、とんだ広大なカルスト地形の大地が広がり、県の地形を特徴づけている。第10県は、クロアチアとの国境に接しており、西ヘルツェゴビナ県、ウナサナ県、中央ボスニア県、ヘルツェゴビナネレトバ県と隣接している。第10県は、ボスニアヘルツェゴビナの西部に位置し、 西には高い山があり、ボスニア・ヘルツェゴビナとクロアチアの自然国境を成している。県の中心となっているのはリブノであり、県で最大の都市である。県内にはリブノ平原のような大きな平原が存在し、ブスココやクプレス湖などの湖もある。クプレスの近くには森林と高い山があり、クロアチア及びボスニア・ヘルツェゴビナを中心に陶器にはスキー客が訪れる。 ありがとうございます。